ザイナズマ戦隊の楽曲、僕だけのヒーローが、一般財団法人関西電気保安協会のウェブサイト限定ムービーのテーマソングに決定した。関西電気保安協会は1965年の設立以来、関西エリアの電気点検、保安業務を行っている法人。僕だけのヒーローは、同協会の新たなイメージ発信を目的にした、ムービーのために書き下ろされた楽曲で、 働く父とその息子の家族愛をテーマにした内容となっている。上中竹谷 VO は小さい時から見ていた関西電気保安協会のテーマソングを作らせていただいたことは心から嬉しく関西出身者としてかなり気合が入りましたとコメント。本日2月12日に行われた全国47都道府県ツアー。 20th Anniversary ザイナズマ戦隊ジャパンツアー2017から2018の大阪ビッグキャット公演ではザイナズマ戦隊がオーディエンスと共に関西電気保安協会のサウンドロゴを合唱する一幕があり今回のテーマソング決定を喜んだ